おはようございます。すすきの YouTuber 頭様とブーちゃんです。というわけで本日のドロドロ TV ですね、なんとまあ見てわかる通りゲストが来てくれました。イエーイ。はい、2人目かな、北海道 YouTuber。 そうですね、うん、北海道 YouTuber としては、はい、はい、になります。はい、PS 放送局のパックさんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけでですね、ちょっとね、ツイッターの方でお誘いいただきまして、はい、これやることになりましたけれども、なんとね、若い若いですよ、フレッシュ。聞いてびっくりですよ。フレッシュ。あの、ノンアルでいこうと思ってます、はい、いつも大体飲んでね、なんか罰ゲームとかやるけど、大体ゲームの後はテキーラ一気かなんかで終わってますけど、ある意味飲んだ方が良かったんじゃないかなと、うん、結構厳しいのを用意しちゃったんでね、うん、はい、まあ、ゲームをやって、はい、はい、あの、これもう個人戦なんで、はい、まあ、チーム戦じゃなく個人戦なんで、はい、はい、はい、やっていきたいと思います。はい、で今回はですね、こちら、クラッシュアイスゲーム。これはですね、まあ見て分かる通りこのね、ペンギンさんがこう氷の上に乗っております。で、このね、ルーレットを回してこの落とすね、氷の数を決めてこう落としていって、ペンギンが落ちたら負けというゲームですね。はい、非常に分かりやすい、うん、はい、まあ、ちょっとね、そうそう、これちょっと今知り合いのお店さんで流行ってる。負けたくない、今日は絶対負けたくない。今日は負けたくないね。絶対負けられないですね。そうそう、負けられない。もうね、 PS 放送局代表のね、パクさんも代表で代表できてますからね。代表できてますから、うん、そうね、せーの、おにぎりつけます。一発でゲーム終わっちゃったりするからね。一発で終わったやつですよ。いやー、終わらん。一発やばい。じゃあ、皆さん負けないように頑張りましょう。はい、よし。よし、じゃあ、まずじゃんけんして決めますか。はい、はい、最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。よし。じゃあ、こうですね。こうで、こうですね、こういう感じか。はい、で、まずルーレットを回して、はい、はい、見てください。はい、青1個ですね。青1個ですね。はい、お願いします。チキン、ね、ここ、はい、あ、ちょっと待ってください。どこそれ、間。ちょっともう一回やりますわ。白2、白2、すごいところ、めんどくさいとこ攻めるよ。お、僕なしじゃないですか。休み、休み。やったー。そんなものもあると。強運、強運。青か白1個じゃないかな、これ。青か白、どっちか。ああ、うん、ある意味どこでもいい。これどっか1個。あ、これすごい、これぐらい、これぐらい残ってるんですよ。これいけるかな。おいかー、怖いなぁ。何で、あ、これリバースでどうぞ。もう、反対側なんですか。違いますね、白に青い血。結構攻めなきゃいけないやつ。いや、まだいけんじゃない、ここら辺とかいけそう。ちょっと落とし方間違うと、おぉ、うんうん、と青い血、青い血、うん、イエーイ。あー、なんかなくなってきたな、これ。白2、うわー、白2か。白、あ、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 白、終了。おめでとうございます。おめでとうございます。マジか、マジか。あのね、結構遠く落としてもね、落ちちゃうときあるんですよね。全然だって耐えてるよ、こう、というわけで、ブーちゃん、罰ゲームですね。罰ゲーム今日きついからな。意外と何罰ゲームですか。罰ゲームですね。じゃあ罰ゲームに行きましょう。はい。はい、というわけでね、今日多分一番きつい罰ゲームじゃないかなと思います、これね。やっちゃいましたな。やっちゃいましたね。俺な、こんなにすぐ行くとは思わなかったんだけどな。で、じゃあこれね、ちょっと見てわかるように。やばいっすわ。洗濯バサミに何個挟めるかな。バスケー、イエーイ。というわけで、ですね、こちらにね、まずトランプがございます。はい、こちらの方ですね、選んでいただいて、ブーちゃんにね、1枚引いて、その出た数1から10までありますんでね、これの1から10の数で秒数が決まります。まず1を引かなきゃいけないんだな、俺は。そう、1を引いたらペッて終わるんですけど、
まあ、例えば10を引いたとしたら、うん、10秒間こうこれをつけられます、うんうん、はい、僕とパックにね、つかれます、はいはいはい、その後、まあまあこれ分かると思うんですけど、こうね、こう紐がこうついてるんでね、これをせーの、ピュンっていうことですね。いや、分かりやすい。あんね、冷やせ感じたと思う。これなかなか硬いですよ、うん、これ、うん、もう指でも痛いもん。結構強いです。あーやだ、あーやだ、あー強い。ジャズの運命の秒数法。あのこういう時はやっぱりね、大人としてこうやっぱりちょっと心理戦的なものを使うんだよね、やっぱね。そうですね。テクニシャンじゃないんですけど、ちょっとよし、すげえ、すげえやだ、よっしゃ、はい、すげえやだ、はい、これでいいかな、映ってかな、いいですか、うん、もうなんかボロボロなんですけど。いやもうね、よし、よし、はい、いや、きっと、いや、ここことかさ、これとかさ、いやね、いやらしいから、たまたまいやらしいからさ、あ、出ちゃった、あー、ちょっと、あー、ちょっと、あ、出ちゃったな、いやー、僕は、ここから、引きますよさあ、何秒引いたでしょうか。僕、はい、まず見ていいですか。いいですよ。もう視聴者の皆さんに分かってますんで。なんでや。10秒や10秒。まあ。マックス引いたで。動画を分かってらっしゃる。さすがね、さすがだわ。相方に分かりやすいように1秒ね。あれしてたのに。じゃあ。あのパック君と僕で10秒間この洗濯バサミを挟みます。はい、好きなところにつけてくださいね。はい、じゃあいきますよ、よーい、スタート。いってー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 、挟めないもんな、ほらほら挟めないもん、弾くもん、ブーちゃん、いってーいってー、ブーちゃんダメだ、弾く、弾く、ブーちゃんダメだわ、いってーいってーいってー、弾くれ、弾くれる、ブーちゃん、いってー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 、回ってねーし、10秒10、いってーいってーいってー、あ、これ、これ、あ、さ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 い、はい、というわけでね、はい、終わりましたんで、はい、これ、重さで、はい、いや、すごい、いってーいってーいってー、あのね、この辺とかね、弾くんですよ、これほっぺたね、ピヨンピヨンって弾くんですよ、いってーいってーいってー、もうこの時点でね、なんか痛いよね。いや、ちょっとこれね、相方としてはかわいそすぎてね、パック君ちょっと、いやいやこれ引けない、引けない、早く引きなさいよ、引けない、なに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 、いきますよーせーの、大丈夫、顔なくなって、ぶちゃん、ぶちゃん顔なくなってない、大丈夫、大丈夫ですか、俺耳ついてるから、俺耳、あ、口、口出てるから、唇の顔に感覚ねえぞ、今唇の、普段こんなにね、こんなに痛いことないもんね、こんなにね、仕事痛い、大丈夫だ、痛くて、しかも眼鏡かけれないんですよ、ここら辺すげえ痛い、あ、でも今回ね、参考になったのは、太ってる人の顔にはつかないっていう、この辺つかない、全然つかない、パッチンパッチンつかないそう、しかも最初、パッチンパッチンやってる、これが痛いんですよ、痛いって思って、これあの、パック君、今日、お土産で持ってくれて、絶対負けないぞ、皆さん、じゃあ、次回もお楽しみにということで、はい、じゃあ、お疲れ様でした。画面ハレハレ、もう明日天気になるかな明日天気になれありがとうございました。